王将の餃子と焼きそば、ガストのオードブル、カントリーマーム、まあとりあえずグーテンモルゲン。花澤香菜の一人でできるかな。大丈夫大丈夫。マジでしちゃっていいのかな。くるくるソーセージっていうのが気になる。なんすかねこれは名物。そう、なんかこれを食べなきゃ来た意味がないみたいなこと書いてありました。うん、おいしい。あ、辛っ。食べてるだけでいいですか。この前大学の友達とお花見をした。王将の餃子と焼きそば、ガストのオードブル、カントリーマーム、これぞ花見、これぞ青春。みんながビールで乾杯する中、私は一人オレンジジュースで参戦。だってビール飲めないんだもん。来年お花見するときは大人の女性としてビール一気飲みくらいしたいものです。まあとりあえずグーテンモルゲン。皆さんこんばんは、花澤香菜です。ちょっと風が違うんですけどね。さて、今日は人かな2度目のロケ企画としてね、私の憧れの地、東京ドイツ村にやってきました。見てください、このドイツのボール。だってここ一番ドイツの、ね、この風景、私が憧れていたところですよ。やっとね、去年のバースデー、大丈夫かな大丈夫バースデーで番組からもらったフリーパスを使える日がやってきましたよ。結構フリーパス使ってなかった気がはい、そしておよそ1年ぶりのロケですか。この前お話ししましたね、バンダイビジュアルの方なんかも参加しまして、今回はドイツ村のお兄さんも一緒にドイツ村をぐるっと回るという感じでございます。はい、まあね、今日はきっと素敵な思い出ができるはずです。はい、それでは東京ドイツ村からお届けする花澤香菜の一人でできるかな、今日もスタートしちゃっていいのかな。私は今ですね、ドイツ村のゲートをくぐってこちらレストランにやってきました。ほら、国旗が見えるでしょ。レストランです。もう私行っていいのかな行こう。見て見て、あれドイツ村のキャラクターです。なんていうのかしら。チューリップとかドイツっぽいですね。あ、すごい。これは何、ここは屋台。くるくるソーセージっていうのが気になる。これを、っていうかこれは何だ。
だって。なんすかね、これは。名物。そう、なんかこれを食べなきゃ来た意味がないみたいなこと書いてありました。はい。と、あとビールですね。あ、どうした？あー。あとね、豚足。すいません。他ね、ソーセージとかね、いろいろありますが。もう食べちゃっていいんですかね。じゃあ、いただきます。はい、おいしいです。おいしいよ。てかさ、これを食べに来たんじゃない、私たち。このでも、スタート塗りすぎかな。大丈夫かな。いただきます。